こんにちは。ですね、前回のビデオでですね、転換テストの状態をですね、ご覧いただきました、モデル 2C ストーブです、実はですね、若干ちょっとまだですね、小さな問題がありまして、今ですね、この、こちらがメインバーナーですね、そしてこれがサブバーナーですね。非常にシンプルな構造で、こちらの方にですね、サブバーナーのですね、この弁をですね、開閉するレバーがあるんですが、ここのですね、下を通って、ここのですね、今、この色ですね、黄色に光ってるこれはね、グラス素材の部分なんですが、本来ですね、先ほどのレバーをですね、こう動かすとですね、ここに下にあるですね、コネクションですかね、それがですね、動いて、これが本来こう上下に開閉運動を動かすですね、シンプルな仕組みなんですが、ここの部分がですね、非常にですね、これはもう完全に固着しております。ですのでですね、転換するんですが、現状ですね、これはここのサブバーナーをですね、閉じることができない状態ですので、必然的にメインバーナーを点火をしてこちらにも、点火をせざるを得ないような、状態です。そしてですね、これをですね回避するためにですね、まずこの本体ですよね、かなりこの重たい鉄の、バーナーの本体ですよね、これをですね、外す必要があるんですが、実はですね、一番最初のビデオだと思いましたけれども、そこでも、ちょっとご紹介したんですけども、ここに1つ2つ、3つですね、本体を止めてるネジがあるんですが、1、2、この3つ目がですね、これはですね、かなりもう錆びで、完全にですね、一体化した状態になってます。それですので、今ですね、ここちょっと見えるかわかんないんですが、裏の方のネジですね、こっち内側がナットの部分です。こちらのですね、後ろのネジをですね、こう回すとですね、ここ自体はこういう感じに回るんですが、これ完全にですね、ナットとネジが一体化してまして、空回りしている状態です。そしてですね、この裏の方のネジがですね、これはマイナスの頭のネジですので、非常にあさりが、引っかかり浅いんですね。ですので、あまり無理をしてしまうとネジ自体がダメになる可能性ありますので、どうでしょう、これ今ですね、例の錆が固まったような場合のですね、それを、溶くスプレーですね、これしばらくもずっとかなりの量をかけた状態で、なんとか取れる状態までですね、持っていく状態ですよね、にこう少しずつ今やってるんですが、今のところですね、まだ、解決に至っていません。ひとまずですね、ここの部分もですね、かなり固まってるんですが、まずはこれを取ることが先決ですね。それを取ることによって、この、バーナー本体ですよね、これがもう完全にここのボックスから、取れますので、裏を確認して、このですよね、次にはここの固まってる部分、これがですね、どのぐらいの塊だかまだ何とも言えないんですが、これかなり固まってるのはもう確実ですね。ですので、どのようなですね、ちょっと回避できるかは、方法で回避できるかは何ともまだ言えないんですが、ひとまずこちらですね、ネジを先に、なんとか取ってですね、次にここの開閉の弁ですね、それさえクリアできれば、ですね、一通りこれは他の機能面ですかね、この、タンクですね、そしてこのチューブですよね、そしてこの辺り、
で、このジェネリタの内部もですね、これまあテストステン化しましたので、もう十分にこれはもうすべてきれいになっています。そしてこのパイプもですね、すべてコンプレッサーでですね、吹き飛ばして不純物を全部抜いてあります。そしてまあタンクの中の、サビ、処理ですね、まあ、サビ処理というか、まあ、サビを取って、中はオリジナルの状態です。そしてここのですね、タンクの、ポンプですね、シリンダー内部も、きれいにしてあります。ですね、まあ、ついでなんですけれども、このストーブのですね、まあ、点火方法の非常に、特徴なんですけれども、今ちょっとですね、横になった状態ですので分かりづらいかもしれないんですけれども、これはですね、まあこういう具合に、ですね、つきます。こういう具合に収まってるんですが、点火するときにはですね、ここでですね、ステップがありまして、まあ本来こうですよね。その前にですね、一つですね、ここの、あ、ここですね、ここでは、そうですね、標準の位置ですね。そしてこの一つ、もう一つ前にですね、ワンアクション、ステップがあるんですが、ここのポジションですね。このポジションの場合ですね、まあご存知だと思いますけれども、プレヒートをさせるポジションですよね。で、この下にですね、バーナーの横に小さなこの溝があるんですが、ここにですね、まずですね、ポンピングしてあげたタンク、ですね、そしてここのジェネレーターノブをですね、一回オープンするとですね、ここにホワイトガソリンがちょうどこう溜まるんですね。で、まずはこの状態で、溜まったですね、ホワイトガソリンに点火してあげて、ここでですね、ジェネレーターを、プレヒートですね、してあげるということですね。そしてですね、プレヒートはですね、浸す瞬間はですね、まだ通常メラメラメラっとしたような、温度、炎なんですが、だんだんとですね、このジェネレーターが温まってくるとですね、こういったようなゴゴゴゴゴといったような、まあ、独特の炎というかですね、勢いのある炎になってきますので、そこまで来るとですね、基本的にはもう、こちらの方のですね、点火する、まあ、ほぼ OK な状態ですので、まあ、ここの部分ですね、バーナーに、まあ、ライターもしくは、マッチなんかにですね、火を当ててですね、瞬時にこう、こちらに移動する感じですよね。そうすると、ここから気化したですね、ガスがもう出てますので、パッと勢いよくつく。という、まあ、シンプルですけども、なかなか考えられた、機能のストーブです。ですね、まあ、ただですね、今であれば、まあそうくれまあ、こんあの 基本的な点火方法でつけるもの方法もあるんですが、まあ、正直なところですね、手っ取り早い方法とすれば、まあ、その今言ったステップを踏まずにですね、もう通常のですね、位置ですね、初めから、この位置からですね、この位置ですよね、にした状態で、まあ、この辺りですよね、バーナーでですね、ペイとして、まあ、そこでまあ温めてですね、点火する方法も、まあ、ある意味簡単で手っ取り早い方法です。まあ、ただですね、一応こういったようなストーブはですね、逆にその基本的な点火方法でですね、つけてあげてっていうのも、まあ、もちろん楽しみの一つですので、まあ、どちらの方法でも良いかと思います。参考はですね、プレヒートするの方法でする場合ですね、あと意外とですね、十分にですね、まあ、温めてあげるっていうのがですね、良さそうな感じです。あとはしばらくはですね、まあ、他の、まあ、今のモデルのストーブでも同じなんですけれども、青い日にですね、安定するまでは、まあ、もちろん若干時間かかりますので、そのあたりはですね、どうでしょう、今時間にして本当に数分かかるかかからないかぐらいなんですけども、
きちんとですね、火が安定したあとはですね、もう変な話ですね、今時の現代版のコールマンのストーブとですね、まあ、ほぼ同等、もしくはひょっとしたらそれ以上に、火力があるんじゃないかっていうぐらい、これはですね、古いストーブですけれども、非常にですね、まあ、実用性の、まあ、今現在のですね、実用性の非常に高いストーブかと思います。以上です。